ちゃもえです。今回はですね、細い線とか綺麗な線、まっすぐの線とかを描くときのコツについてお話をしたいと思います。私の動画でですね、細い線をこう長い線、綺麗な線を描く方法とか、まっすぐな線を描く方法とかね、いろいろ出しているんですが、質問でですね、こう背面にキャンバス上にこう当てていないと、まっすぐな線とか綺麗な線が手が震えちゃって描けないんですけど、どうしたらいいですかっていう質問がねありました。でそういう時にどうしたらいいのかっていうのをねお話ししたいなと思います。で、私はですね、キャンバスに絵を描く時は、まあ、つけられるのであればこういう風にキャンバスに手をここをねつけて固定して描くのが楽なんですけど、それはね、まあ、細かいところを描くときですね。あとは、大きい筆でザッと描くときとか、まあ、長いストロークで、こう細い線とか綺麗なスーッとした線を描きたいときっていうのは、わざとここはつけずに、つけてしまうと、なんだろうな、滑らせることができるのであればいいんですけど、滑らせられないときはさってこの、動きだけで、腕のねこの動きで描く方が綺麗に描ける時もあるんですよ。なので、まあ、その描くものと描く、なんだろう、物体、これがキャンバスなのか壁なのかどういう素材なのかにもよっても変わってくるんですけど、今回はキャンバスでただここにつけられない場合どうするのかっていうのを教えたいと思います。まあ、つけられないっていうのは多分、まあ、乾いてない状態だからっていう時とかだと思うんですけど、アクリル絵の具はまあ結構早く乾くので、もう急いでない限りはできるんですが、どうしても乾いてない状態でその上からまっすぐな線をピーッと引きたいとか、細かいところをやりたいけどどうしても手がこうやって震えちゃって、もうここ固定しておきたいっていう人ですね。であとはまあ、よくあるのは油絵ですね。これはもう普通に油絵を描く人は使っているやり方なんですけど、そのやり方で描くとね、多分油絵じゃなくても、うまく描けるというか使える方法だと思うので、それをねお話ししたいんですが、ちょっとね今その使う、まあ、ものがあるんですけど、使うものがないのでちょっと再現しますが、どうしたらいいかな、再現するものがないんですよね。これでいいか。まず、キャンバスでこう触れられない場合、まあ、宙に浮いた状態で、ちょっと今物差ししかないよね、宙に浮いた状態でこうね描くっていうと確かに触れそうですよね。もう固定したい、どうしてもどこかにこう置いときたいっていうのはすごいわかるんですよ。でそういう時にはこういう、これはちょっと今直角の、物差しなんですけど、これじゃなくてもう普通に棒、こういう棒ですね。これを私はホームセンターでこう筒になっている、円柱みたいになっている木の棒がある、売ってるんですよ。これはもう木材のとこに売ってます。しかも多分ねこれぐらい、1メートルないと思うな、40センチぐらいで、確か200円ぐらいで買った気がするんですけど、まあ、そんな本当に全然高くない値段で売ってます。なんでそれ用じゃないからそういう値段で売ってると思うんですけど、全然使えます。でそれを使って描くんですが、それはね私は油絵用にしてるんですけど、どうやって使うのかというとですね、キャンバスのこの端っこにですね、その棒をね当てるんですよ、こういう風に。でこれを使って手を固定させます。なんでこうカチャッと置くじゃないですか、このね、ここがキャンバスのだとします。そしたらこれをカッと置いて、まあ、置くだけだったら、この端っこに置くだけだったら別にその絵の具もそんなにつかないので心配がないんですけど、カッと置いてここは浮かせてますね。で浮いた状態でここに手を置きます。で描くっていうこと、そうするとここで固定されるので、でもキャンバスにはついてない状態になってるので、こうやって描けるっていうことです。でこれはですね、油絵でよく使うやり方なんですけど、みんなねやってます、なんですけど、これ別にその木の棒じゃなくてもアルミっぽいものとかでも大丈夫です。ただなんか紙みたいなもの、ふにゃふにゃしたものとかね、プラスチックでこう曲がるようなものだと、
こう置いた時にグニャってなったりとかすると意味がないので、硬いものにしてください。であとは、まあ、汚れてもいいものですね。木だったら、まあ、安かったらね買い替えればいいやと思って使ってるんですけど、まあ、汚れても拭けばいいので、そんなにね困ることは今のとこないので、木はねおすすめです。しかも丸いのがいいんですよ。こういう平べったいものとかだと手を置くのにも痛かったりするし、あとはこうやって置くときに丸いとあのつく面がこうなってるじゃないですか。こうだからこのね表面につく面がこれだけで済むので、あのあんまり汚れないで済むんですよ。あの絵をね邪魔しないというか絵を傷つけなくて済むので、丸いものがおすすめです。で、まあ、木だと安いし丸いので、コロコロコロってこう移動する時もこういうのだとカクカクしたものだとあのなんていうのかな、傷つけちゃったりもするだろうし、こうやって移動したい時もいちいちこうなんかね動かし方も気をつけないといけないですけど、丸いのだとちょっと動かしたかったらくるっとすれば移動できるので、それも楽なんですよ。なので丸い円柱状になった棒がおすすめ、私はおすすめです。しかも軽いし、軽すぎはしないけど、そんな重くないしいいと思います。でまあそれを使ってね、まあ、ホームセンターでも売ってるので手に入りやすいし、安いし、まあ、失敗したら、まあ、捨てられるし、木だったらね、なので燃えるゴミで捨てられるし楽なので、すごいおすすめです。でまあそれでこうやって固定して書くっていうのいいと思うんですけど、もしそれがもうちょっと苦手というか使いにくいっていう人は、まあ、こういうの使いたくないっていう人もいると思うんですよ。そういう人はもう自分を使う。私はたまにですね、こうたまにというかもうほぼ床に座って絵を描いて、床にキャンバスをこう立てたりとか、イーゼルも座った状態でちょうどいい場所で描いたりしてるんですけど、そういう時は私は例えば行儀悪いですけど膝を立てて、で膝の上に自分の手、描かない方の手をこう置いて、ここ膝ね、なのでこう再現すると、自分の膝とかにこう置いてここで固定させて書くとかねっていうのもします。もう自分で自分をこうやって固定させて書くっていうやり方で書いたりもします。結構ね私こうなんだろうな、膝の上にこう置いて書く、こういう風な感じで書くっていうこと結構ありますね。こうやってそうするとちょっとこの辺は支えられてるので、それでもちょっとマシなんですよ。こうやって書くとことも結構多いですね。そうするとちょっとね楽なのもあるんですよ。長時間書くっていう時もずっとこう上げて書くよりもちょっとこう置いて書くっていうのが楽な時もあるので、そうしたりとか、あとは膝立てなくてもちょっとここを自分の手で持って固定させるとか、もう体にギュッとつけて固定させる、まあその時は画面と近くなっちゃうんですけど、こうやって固定させて書くとかね、そういうやり方もあると思います。私はそれでよく書いてますね。でまっすぐな線が書けないとかいうのはですね、浮かせてまっすぐな線を書くっていうのは結構確かに難しいと思うんですけど、つけてまっすぐな線描くっていうのは、あのもしつけられてしかも滑りが良ければ綺麗に描けるんですよ。そのままスッとここをつけて、ここは動かさずに画面につけたままここをスッと滑らせるみたいな感じで描くと綺麗な線が描けるんですけど、なかなかそのつけられない場合ね、さっきみたいにっていう場合は、どこかつける場所をまっすぐにこう引ける場所、まっすぐつけていられる場所を見つけてスーッと書くとうまくいくんですけど、それが難しいんですよね。なのでその位置が大事なんですけど、さっき言ったようにこういうのを使うと、例えばこのね画角で言うとここがキャンバスだとします。でここに線をまっすぐ引きたいっていう時にこれを置いといて、でなるべく全部が近くなるよね。これベタってつけちゃうと意味ないので、ちょっと浮かせなきゃいけないんですけど、先だけこういう風につけて、あとはここでスーッとここで滑らせてまっすぐな線を引くとかね、そういうのにも使えます。あとは、横の線、
を描くとき、そしてこれ条件がいるんですけど、横の線を描くときでさらにイーゼルを使ってる場合、イーゼル、これイーゼルだと しますね、ここはイーゼルの下、この画面の下がイーゼルだとします。そうするとこうキャンバスがあって、この辺にちょっとおかしいな、キャンバスが、じゃあこれがイーゼルの下だとします。キャンバス置いてます。でこの辺に線を描きたい、これ限定的なんですけど、このぐらいかな、このぐらいの間どこかにこうまっすぐの線を描きたいっていう場合は、私はこのイーゼルを使ってまっすぐの線を描きます。ここに腕を置いて描きたい場所を固定してピーッと引っ張る、これめっちゃ綺麗に引けるんですよ。で、まあ、イーゼルがまっすぐじゃないといけないし、ある程度どこからどこまでどの位置で描くかなっていうのは自分の中でちゃんと決めてないといけないんですけど、ここがね、あの支えるところが、この滑らせるところがまっすぐだったら、この手の位置をこういう風に変えない限りはまっすぐだいたいこう綺麗に引けるんですよ。なのでこの位置ちょっと上にしてこうするとか、ギリギリのところでこういう風にしてこうするとか、この手の動く位置だったらまっすぐに描くことができます。だけど結構大きな円になったりとか、それが使えない場面ってなると難しくなるので、まあ、まっすぐな線を描きたいっていう場合は、例えばマスキングテープをもう貼っちゃってそれに沿って描くとか、あとはまあ細かい文字とか細かいやつ触れないように描くっていうんだったら、まあ、そのなんて言うんだろう、これをね、棒を買うのがめんどくさいとか、もう1回だけしか使わないから嫌だっていう人は、もう本当に自分でもうこの辺じゃなくてここを持って近くで押さえながら描くっていうのがいいと思います。なので皆さんちょっとそれをね試してもらえたらなと思います。はい、ということで、今回は、細かい絵を描くときとか、まっすぐな線を描くとき震えちゃう、その対処法についてお話ししました。私はこうやって描いてるんですけど、違うやり方でこういう対処でしてやってるよっていうのがあればですね、コメント欄に残してもらえたら嬉しいです。ということで、他にも質問があればそれもコメント欄に残してください。ではまた次の動画で、バイバイ。